南国市のロゴはこちらです今日発表された南国市のロゴは柳瀬さんが少年期を過ごした南国市の叔父の家にあったライオンの石像柳瀬ライオンをモデルにしたもので柳瀬スタジオにデザインを依頼しました石像は現在柳瀬さんが通った南国市の古面野田小学校にあり柳瀬さんは この優しい顔をしたライオンが自分の原点アンパンマンの生みの親の親と語っていますマークと合わせて発表されたキャッチフレーズは柳瀬隆氏が育った町、南国全国から寄せられた四百三十八件の応募の中から選ばれたものでこのキャッチフレーズと柳瀬ライオンを南国市の地域おこし協力隊員が組み合わせてデザインしました 柳瀬隆先生がルーツというようにおっしゃってます。柳瀬ライオン心優しいライオン、柳瀬先生のイメージとともにですね。打っていけるそういった活用方法を考えていきたいと思ってます。南国市では新しいロゴが書かれたのぼりを、市内の商店街や観光施設に建てる。ほか、広告紙やウェブサイトに掲載するなど、広く pr していくということです。